はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ゆるく学ぼう日本経済、今日は第16回といたしまして、マイナス金利の意外な効果、今日も山本先生にお伺いします。はい、先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この間もね、マイナス金利のお話をやりましたが、はい、ね、はい、いよいよ今月2月の16日に施行されました。ね、どんな感じですか？ですね、まだ施行されたばっかりなので、まあ、この収録している時なんですけど、うん、まだ効果としてはもっと後々出てくると思うんですが、すべての、金利がですね、マイナス金利はすべての、何だっけ、日銀の当座預金にかかっているわけではないので、はいはいはい、今後量的緩和を続けていくうちに、うん、その金利がマイナス金利が適用される範囲がどんどん広がってくるので、効果が出てくるのはもうちょっと先になると思います。はい、で、通経と、まあマスコミとかがですね、はいはい、金利が減って、はい、銀行が利回り、国際金利の利回りで、儲けることができなくなっちゃったので、はい、経営が大変だっていう批判と、うん、あと銀行の利益が圧迫されるので、うん、その預金にかかる金利を、国民が預けている預金にかかる金利を下げて、それで利益を確保しようとするので、国民の受け取る利払いが減っちゃうので、うん、それで国民も大変だっていう感じの批判が増えてるんですけれども、この番組でも何回か、はい、出てまいりました F 牧先生の私コラム読んだんですけど、はい、もうこれだけではなくて、さっきおっしゃったみたいに、はい、もう全ての預金金利を早くマイナスにしろって書いていらっしゃいました。あ、そうなんですか。僕F 牧さん、ハイパーインフレしか知らないんで、はいはい、よく分からなかったんですけど、結構昔からマイナス金利言ってたんですね。もうずっと昔からマイナス金利、もう20年間マイナス金利金利にすべきすべきってずっと言い続けて、はい、著書にもずっと書いていらっしゃるんですよ。はい、そうなんです。いや、それは僕知らなかったですね。ハイパーインフレしかないのかなと思ってた。やっとマイナス金利になったけれども、はい、やっぱりもうみんなの預金をマイナス金利しないとダメだみたいな、結構過激ですね。過激ですよね。まあ確かにマスコミの特集はここ何週間かすごく目にしましたね。はい、そうですね、マイナス金利ね。はい、マスコミのニュースとかでも金庫が売れてるみたいな感じのもう銀行に預けないと、はい、ますますタンス預金が増えるというね。タンス預金が増えるから、はい、でも金庫買うお金よりも、うん、預金で減る金利が減って、うん、もうたかが知れてるん で、 そうですよ、ね、金庫買うだけ済んだと思うんですけどね。皆さんどれだけ預金してるんだって感じですよ。そうね、1億ぐらい預金してるのかなっていうのは、はい、はい、ちょっと話戻しまして、はいはい、そもそも銀行の役目っていうのは、その国民から預かった預金で、うん、ノーリスクの国債を買って儲けることが銀行の仕事じゃないですよねと。本来の業務は銀行にお金を貸して、うん、それで稼ぐ、まあ、企業にお金を貸して儲けると、ね、はい、で企業を育てていくことがその銀行の役目、本来の役目なんで、はいはい、その国債の金利で稼げなくなったからって大変だっていうのは何を言ってんだっていう感じなんですけどね。うん、国債で運用するだけの銀行ってもうなくてもいいんじゃないですか。まあ、確かにね、自分でやればいいじゃんって話になりますよね。はい、そうそうそう、国民が直接国債買えばいいだけの話なんで、うんうん、はい、はいはい、でもうその逆に考えると、うん、銀行が国債で利益を上げられなくなったっていうことは、はい、政府が払う利払い費が減ってるってことですよね。うん、で、うん、財政負担が減ってるってことなんで、はい、これって別に悪いことなんじゃないんじゃないのっていう、これが今日の言うところの、うん、そのマイナス金利のメリットということですね。で、その次のページが、はい、詳しく見てみましょう。はい、これ財務省のホームページから引っ張ってきたグラフなんですけども、はいはい、国債利払い費の推移として、うん、その黒い折れ線グラフが利払い費ですけど、はい、ちょっとおかしいなっていうところは気がつきませんか、これ。うん、27年度の利払い費がなぜかちょっと増えてる、はい、増えてますよね、はい、かなり増えてますよね。うん、27年度って言ったら2015年度なんで、うん、まだ結果は出てないはずなんですよ。だから予想値なんですけども、はいはい、なんで増えるんだっていう疑問があるんですよ。で、国債金利って、まあ、今どんどん下がっていって、はい、マイナスになってるじゃないですか、うん、10年ものの国債が、はい、でこの
金利っていうグラフ、あのピンク色のグラフなんですけど、これはあの全ての国債を金利を平均化したやつだと思うんですが、はい、結構それ平均化したとしても結構低い値になってるはずなんですよ、27年度っていうのは。そうですね、はい、ここでぐんと上がるはずはないですね。はずはないんですよ、さらにあの、この間その番組で紹介したと思うんですけれども、あの日銀が買ってる国債に対しては利払い費、政府が利払い費を払ったとしても、うん、それが国庫で返ってくるんで、はいはい、実質的に利払い負担がなくなっちゃってるよっていうのをお話したと思うんですけども、はい、ありました、ありました。今あの日銀が300兆円ぐらい国債を買っちゃってるので、うん、はい、その実質的な利払いは減るはずなんですよ、うん、だからその10兆円になってるんですけど利払い費、はい、これかなりサバ読んでるんじゃないのっていう、ね、まあ、あのこの番組やり始めて、はい、まあ、大体その財務省のホームページとかに載ってるグラスって、はい、まずは疑ってかかれ、はい、ね、なんか恣意的になってるんじゃないかあのこれで国民を誘導しようとしてるんじゃないかっていう、はいはい、増税誘導してるんじゃないかっていう、そう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 というところで、この予想値がこんなにいきなり上がるっていうのは確かにおかしいですよね、うん、そうです、財務省の陰謀というか、うん、願望というか願望値、願望値ですかね、はい、うん、まあ、だいぶこの番組見ていらっしゃる方はね、あのそのあたり の、ね、あの見るコツっていうのが分かってこれたんじゃないかなと思うんですけど、まず財務省が出すデータを疑ってください、疑ってかかれですね、なるほど。で、まあ、はい、それではマイナス金利とその日銀の量的緩和でですね、うん、その財政健全化が進んでおりますので、はい、まあ、今回のマイナス金利でも新規に発行する国債の利払い費ゼロになっちゃってるんで、まあ、あのゼロというかマイナスになっちゃってるんで、はい、もう財政健全化はますます進むんじゃないかと、うん、で、うん、ね、なんかね、財政健全化やらなきゃダメです、やらなきゃダメです、やらないと破綻します、大変ですっていうことは、はい、うわーって言うけど、こんだけ進みましたとか、あのこれだけ健全化しましたとか、そういう報道って全くないですよね。ないですよね。そういうのは発表しない、発表しないんですかね、発表できないんですかね、うん、いや、わかんないですけど、できないって、でも、ね、先生のお話聞くとだいぶ健全化進んでるってことでしょ。進んでるはずなんですけど ね、だからもう増税いらないんじゃないのっていう、うん、それを目に見える形で出してほしいですよね、はい、うん、でマスコミもですね、マイナス金利のことを報道するんなら、はい、まあ、銀行の経営とか個人の預金金利が減っちゃうっていうならば、うん、ちゃんとその政府の利払い費が減って財政負担が減ってるんで、うん、その分を国民に還元しましょう、還元しましょうっていうふうに報道したらいいのにねっていう。いやでもほら、はい、のマスコミの人たちは、はい、財務省が言ってないこと言えないじゃないですか。財務省を取材してマスコミはニュースとして報道するわけだから、ね、はいはい、財務省がやっぱりそれでこんだけ健全化進みますよって、うん、だからその分皆さんに還元しますよって言ったらマスコミもやると思うんですけど、はいはい、やると思います財務省が。いや、やらないですね、もう増税が目的なんで、だからいくらこうやってあの健全化を進めるような、はい、あの手立てを打ったとしても増税やるまでは気を緩めないぞって感じじゃないですか、はい、その通りですね、うん、そう、それに戦っていかないといけないわけですよ、はい、うん、はい、そういうのを発信するのがこの番組です。はい、よろしくお願いします、はいはい、ですね。で、まあ、結局マスコミっていうのは、うん、そのどっちか一方しか見ないんですよね。そうですね。以前はあの量的緩和をやる前は、うん、その金利が上がって大変だっていう、はい、政府が利払い費増えて、うん、財政が悪化してしまうみたいな感じの報道がすごいいっぱい出てたはずなんですよね、うん、はいはい、で今回いざ金利が下がってくると、そう、今度は逆に銀行が受け取る利払い費が減っちゃって、うん、経営がやばくなるっていうふうに、その悪い方、うん、悪い方を見に行くんですよね、うん、で物事には絶対あのいいことと悪いことっていうのがついで、ね、あの起こってるんで、うん、何で悪い方法ばっかり追ってって、うん、で国民を不安にさせるのかなっていう、まあね、今のマスコミの変更報道については、はい、やっとあの国会とかでも言われ始めましたじゃないですか、はい、うん、私も一生懸命自分が国会議員の頃はね、はい、一生懸命報道法のこととかもやってたんですけど、うん、なかなか誰もそういうふうなことを関心持ってくれなかったんですけど、やっと、ね、高市大臣がおっしゃって、ね、はい、あのお金になってますけど、いや全くその通りなんですよ、うん、一方のことしか報道しないですし、うん、そのあたりがね、まあまあ、でもさっき言ったみたいに、はい、もうこの良い材料を多分ね、うん、提供してないんじゃないかなって思うんですよ。提供元が財務省だから。財務省だから、そう。ね、まあ、そのくらい、まあ、今ね、やっぱりこの増税の問題が、はい、あの増税しなくてもいいんじゃないかみたいな
あのローンもだんだんこう上がってきてますから、上がってきてますね、うん、閣僚からも結構ね、うん、増税したら税収が減っちゃったら意味はないっていう、そう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 、はい、だいぶ上がってきてますから、うん、そのあたりをかなり財務省これからも警戒してね、はい、あのそういった一方的な情報しか流さないし、流さないようになってますね、となるとマスコミも一方的な報道しか流さないと、うん、だから我々も気を引き締めて、うん、その嘘を暴いていって、うん、そうですね、増税阻止のために活動していかないといけないんですね、うん、はい、はい、ということで今日のまとめです。はい、ですね、マイナス金利なんですけど、経済的な効果以外にも政府の利払い費を減らすっていう効果がありますと。でそれで財政健全化が進みますと、はい、で銀行本来の目的は企業にお金を融資して企業を育てていくことなんで、その国債の利払いが減っているからって何を言ってるんだと、うん、さっさと企業に貸し出して景気を回復させてくださいと。そうですね、はいはい、で政府の、利払い負担なんですけど減っちゃったんで、それを財源にして消費税の凍結とか減税に充てたりして国民に還元するように、まあ、動いてほしいですねと、はい、そういうふうに声を上げていかないといけないですねと思います。はい、あの最も皆さんのためを思って皆さんに役立つ情報をあのお届けしておりますこの番組でございますので、はい、どうか皆さんもねこういう形で健全化は進んでいると、もう増税しなくてもいいんだよって、その分ちゃんと皆さんに還元しましょうっていうこの情報をどんどん伝えていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日も本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。